ONG ハウスへようこそ。目薬をさすと口が開き、口を閉じると目に入りません。案内役のカラスはヤタです。さて突然ですが、皆さんは子供の時にどんな遊びが好きでしたでしょうか。ドッジボールや鬼ごっこ、缶蹴り、いろいろありますね。私ですね、鬼がギリギリを取るあのスリル感、かくれんぼが好きでしたね。そう、かくれんぼ。ということで本日やるゲームはこちら、プロップナイトというゲームでございます。2021年12月にリリースされ、内容で言うとデッドバイデイライトをイメージしていただけると分かりやすいかと思います。簡単に言うと、鬼に捕まらないよう脱出口を開けて逃げる、鬼側は逃がさないように捕まえるというゲーム。ただデッドバイデイライトとの大きな違いが、プロップ、これは演劇などで使われる小道具を意味しているわけですが、なんとそのプロップに変身できてしまうということ。その辺に転がっている空き缶や本、ぬいぐるみ、はたまたソファー、甲冑のような大きなものまで変身可能と。この能力を使ってまさに命がけのかくれんぼを無事脱出しなければならないというわけなんですね。脱出側は4人らしく、せっかくなのでメンバー全員で童心に帰ってですね、かくれんぼをやりたいと思います。ちなみに全員初めて触るゲームなので誰もうまくできません。それではどうぞ。はい、4人集まりまして、準備はよろしいでしょうか。大丈夫です。はーい。本日、はい、誰一人としてやったことがないゲーム、あ、ちなみにホラーゲーム私ダメだよって方、はーい、はーい、はーい、終わり。4分の3がですね、かなりですねホラーゲーがダメなんですが、まあホラーゲーというにはあまりにもちょっとキュートではあるので大丈夫かなと思ってるんだけども、でももうやりたくない。え、大丈夫だよ、やったら多分面白いから。簡単に言うと、このゲーム、皆様ご存知、デッドバイデイライトというゲームの、かくれんぼ要素をですね、強くしたものらしく、私は幼少期ですね、かくれんぼが大好きだったんで、ちょっとやったろうかなと。お任せとか言ってるけど大丈夫かな。これは、もういいのか、これで。あ、もう、検索されてる。マッチングのあれね、回ってますね。うん、左上に回ってますね。はい、何の数字かと思って、最初。なんかまあデッドバイデイライトとシステムは同じ、その殺人鬼側があって逃げるものがいると。でその逃げるものが大きく違うのが、なんかその辺のオブジェクトになれるっていう、なんか変身できますという。はい、でまあちょっと本当に僕がですねホラゲがダメでして、最後にやったのは鬼武者。鬼武者？あれじゃあの S なんとか。S なんとか。あ、PT ね。あ、SPI？ あ、違う、SPI じゃないんだっけ。SCP、SCP。あ、そうそう。あ、私はチェーンソー振り回せるんですか？いや、多分4で入ってるんで、我々は多分逃げ惑う民という。来ましたね。終わりましたよ。ビリー・アイリッシュみたいないる。おもろい。わー、みんな同じ顔してる。わあ、四つ子じゃん。ちゃんと食べな、飯。じゃあ俺アイザックにするわ。あ、じゃあ僕ビリー・アイリッシュ行くわ。あ、ビリー・アイリッシュ、ビリー・アイリッシュをかぶせんな。で、こう真ん中が、はい、いわゆる鬼。はい。なんか、今んとこポップだな。今んとこポップだな。F1 で遊び方確認して。あ、F1 だ。なんでそんなのわかるの？書いてあった真ん中に。え、マジか、本当じゃん。プロップマシンを修理しましょう。ああ、発電機みたいなもんかね。修理をする。ね、チームメイトを救出しましょう。ああ、はい、処刑台ですね。で、ね、脱出をしましょうと。あ、まあ、流れは一緒だね。はい、全く同じですね。で、プロップだと2段ジャンプができる。で、直立することができる。どういうこと？チャリンコとかになった時に倒れちゃったのからちゃんと立ち上がれるみたいなことじゃないの？意味あんのかな？あるんじゃない、やっぱり準備完了。鬼になったら全部その辺のもの倒しておけばいいってこと。うわ、なんか、うん、なんか別に怖くないな。解像度低いね。怖いだろ、こんなんいたら。解像度低いし。解像度低いな。あ、なんか解像度低すぎて怖い。あ、このゲームのさ、あのアイコンあったじゃん。うん、あ、はいはい。ガビガビだったよね。おドット絵かと思ったもん。あれ、気になってしゃあなかった。私、おじいちゃん設定でアイコン死ぬほどでかくしてるんだけど、マジで、もうわかんないよ、ガビガビ。人間かどうかも怪しい。ところで、はい、スタンってのあるよ。そう。
生存者は殺人鬼の頭上を飛び越えることによって殺人鬼をスタンさせることができます。はめられそう。だ2段ジャンプできるのがプロップの時だけだから、多分プロップの状態でポインポインって飛べばいいってことだね。ダンボールにはめられる鬼が見れるわけ。楽しそうだ。ちなみにこれ誰がどれ、ヤタ君は女。ああ、僕ビリーアイリッシュだね。ピンク髪です。何あれ、ビリーアイリッシュご存知じゃない？ボビーパボは戸惑ってる。俺らも戸惑ってる。これ準備はいいですね。言われてましても、ちょっと待って、助けて。俺と古代の書物。あ、ちょっと待って。あ、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 何？あ、何？ちょっと、何？何？やり方がわかんないっす。逃げてくださいって。あ、椅子になった。あ、椅子、テーブルでした。あ、ちょ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 。あ、ちょ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 。ちょっと、助けて。助けます。なるほどね。これで、この間修理をします、我々は。二段ジャンプカット。助けて。二段ジャンプ。二段ジャンプソファー。ジャンプミスった。おい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 、楽しいな。おい、二段ジャンプ。で、ちょっと人間になって、救出。あ、あ、こんな殺人鬼の目の前で。あ、出てくる。いやー。しまっちゃおじさん来た。ドンキーホーテで買ったみたいなマスクしてますね。あ、なんか生かした椅子ですね。ちょ、僕もなんか、あ、AD でもがいて逃げると。ちょ、え、2人は無理でしょ。ミラを僕は助けに行かないといけないわけだ。助けてくれベンス暇でしょ。修理めっちゃ時間かかるやん。あ、びっくり。拙者泳がされてます。あ、なんかも持たれてる。わお。失礼します。なんか今階段、あ、危ないですよ。失礼します。あ、あの体感なんですけど、はい、あ、後ろ、さっきプロップになってその鬼の穴、はい、頭を叩き割ったんですけど、はい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 、なんか 2.5 秒ぐらいスタンしてました。また捕まったわ。で、なんかコインみたいなのいっぱい取るんだよ。なるほどね。これすごい時間かかるんだけど。あ、拙者自己蘇生、拙者自己蘇生した、拙者自己蘇生した。助けて、助けて、なんとかなんとかになって。えい、ストンストン、バカバカ、人間になりたい。物、物が来たわ。助けて、助けまーす。はい、人間惑うてます。え、俺このままずっと修理し続けていいよね。いい、全然来ねえんだけど。あ、ちょっと危ないっすよ、ネルさん。あ後ろ暴れてる。あいつの最後ファイナルショットです。あいつ一生あそこの椅子にくくりつけられてんだけど、もう助けがいがねえんだよな。死んだわ。バヨバヨ。あー、やべ、バレた。空き缶ならバレないと思ったのに。おい、なんかそんな音鳴るものになって大丈夫やたくん。こうするわ。あそこに座ってるうちのオーナーを。バレた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 。あ、目の前で人が倒れてく。あ、もがけるのこれ。うわー。あ、そう、AD を連打です。もがけー。そう。その椅子さ、あまり痛いことされない。後で爪剥がされるんだろうなっていう。でもなんか爪ヤスリとかもあるんだよね。ヤスってくれんの？うん、傷、剥がした。何がするか。あいつ箱開いて、行く行く。オバマの部屋フロアっていいな。いいでしょう。うん、俺なんか。あれ、あの箱何？あれ何してんのあいつ。動きにくい、動きにくい、この瓶。その片っぽが大きいから。別のになったら。あ、来た来た。めちゃめちゃバレてる。音が。カン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 。はい、行って。頑張れ。やれし。バットが歌え。ビヤッパビヤビヤビヤッパビヤビヤで。監禁。何もしてない。ただのスタン人間だった。動きとしてはデッドバイデイライトと初動は同じなのかな。あ、グッドボタン押せるよ。本当？グッドボタンと高評価。よろしくお願いします。ああ。
なんかさ、まあ、一人おとりになればいいんじゃないの。あ、そうそう、一人が多分チェイス中に他がどうこうするみたいなゲーム性だと思うんですね。で多分同じところ修理しないとすごい時間かかる。そうだ、一緒のとこを一気にゴリゴリ修理していく。チェーンソーを振りますやつって一人ぐらいしかいないんだね。いる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 。本当？ぬいぐるみくんがチェーンソー振ります。あー、でもなんかこのチェーンソーちっちゃいですね。細い木切るようかな。本当だ、ちっちゃ。でも振り回すにはこれでいいんじゃない。だって君今から殺し屋さんねっつって、うん、長いチェーンソーと短いチェーンソーあるよっつってどっち選ぶ。俺短いかも。あ、本当、俺も短い方選ぶわ。ねえ、終わってもうた話。いや、そもそも馬力がないから。あなた馬力あるから。あ、そういうことね。うん、パワーでってことね。長いのね、取り回しが、今からあなたは木を切ってもらいますって言われたら長い方にするけどね。うん、すごいね、このウサギのキャラクターは眼球が動くように作られてるんだ。何と連動してんだろう。エンジンと連動してんの。なんか修道院、おい、ホラーゲームやる空気じゃねえな。面白いってこの画面。いちいち面白いこの画面。キャラクター何やんでも変わんないっぽい。能力は一緒？うん。それじゃない？じゃあ、俺可愛かった頃のレイスに、ああレイス、ああルシオだよ、またルシオ。俺は一生ビリアリス使うから。ビアバビアビアだよ。うん。まあちょっとバンドっぽいような気もしなくもない。でそのアイザック弁天みたいな腕につけてるけど。なんだこれ。なんだそれ。10種類に変身できる。弁天じゃん。弁、仮に時計だとして手の甲はねえだろ。手の甲はどう考えても弁天。そう、上からガチョンってするためにあるだろそれ。なんだよ。いや、最先端のファッションなんだよ。って最先端の時代は手の甲なんだよ。これ多分ね、俺らもついてるわ。え、マジ？おう、取りてえな。ほんとだ。ほら、みんな弁天。ああ、物に変わるためのアイテム的な。ああ、弁天だ。あ、かわいい。オーソドックス。中に何入ってるでしょう。でもなんか意外とガタ良さそうっすね。ガタ意外良さそうだね。白。腕も出ててあれってことは肌が白いな、あれ。あ、わざわざ塗ったんかな。で、多分中ガムテープじゃねえや、マジックテープでくっついてる。いや、しかし肩幅がすごいぞ。脱いだ方が強いまでありそう。うん。あ、光。ああ。もう、ハテンってそれじゃん。画質が悪いって。画質が荒いってば。なんでお化けが画質悪い。やっぱ画質悪い方が怖いからかな。まあ確かに。まあ確かに。え、多分なんか遠くにいる、一歩向こうにいるみたいな。いや、視力 0.3 とかだと多分これだけ向こう行かれるとね、ぼやけるんじゃない。ああ、そうなんだ。わかんない。0.3 の想定。あ、あ、違う。準備はいいですねのアイテムが毎回変わってるわ。違くねえわ、何にも。何これ。ビルディングセットもろた。箱があるよ。ピヤッパピヤピヤ。チーズになった。もう面白いよ。あえてでかいものになって。あ、いる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 。やばい。あ、やべえな、楽しそう。わわわ。おいおい、ずるいだろ。おい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 。貯金箱通ります。貯金箱通ります。ああ、やめてやめて。痛すぎ。今のうちに修理を。任せろ。あ、なんか言ったわ。あ、なんかうろうろしてる。チーズを追っかけてるのかもしれない。ああ、こっち来る。ナイスチーズ。あ、ちょっと、ちょ。何してんの、こいつ、俺の上で。ああ。変身ができなくてさ。みんなどこいんの。何？何事？え、今なんかマシン直してる。あ、なんかずっと、ずっと僕の、あ、なんかナイフが浮いてる、怖すぎ。チーズが私が養老して私が追っかける。待て、こら。ちょっと修理が下手すぎる。
DVD 経験がない、はい、転がるチーズ、逃げる人、全然見向きもされない。俺すごい逃げてる。おう、このマシンさ、成功すると金出てくるね。あ、ジャリンジャリンって。これどうやってスタンすんだろう。頭をね、ビタンビタンする。段差とかつかないときついけど、なんか意外とペンペンしてると当たる。できた。そう、 2.5 秒スタンだよ。いた。あ、ボコ。胸をやられてどうすんだよ。これはダメです。助けを呼びましょうってことか。なんこれ、みんな死んだ。あ、ちょっとなんかガーンとか言ってる。でも俺やめらんないんだけど、ジャグラー。手からすな。すごい真面目にジャグラーしてる。お、でもすごいじゃん、1個直るんじゃない。1個直してちょっと、はい、隠れます。隠れていなして。あ、やっべ、やったわ。あ、やべ、やっべ、やったわ。いや、大丈夫っしょ。あ、やばい、透明になってる。透明人間、透明人間です。おー、ちょちょ、やめて。おー、弁天。あ、ちょっと、クマクマの弁天。助けて。いた。俺の目の前でみんな弁天見せしめのように。私はわかんないけど、あんた何もわかんないもんね。カートネットワーク見てなかった。見てた。トムとジェリー。トムとジェリーはもう前とか次ぐらいにやるでしょうよ。トムとジェリーしか見てない。あとパワーパフガールズ。パワーパフガールズの次ぐらいにやるでしょうよ。それしか見てない。なんでだよ、弁天も見たれよ。ああ、あ、画質の悪いウサギ。画質悪いが怖いかもしれない。これは確かに画質悪い方がちょっと怖いな。その、画質いい、その人の絵が貼ったとも怖くないもんな。No. あ、レイスいる。うん、かわいい。お、びっくりした。そっと肘を触ってる。あざといです。あざといな、あの女。あの女な、みんな前向いてるからっつってな。なあ、そっと肘触って。後ろから見てるっつの、ウサギがよ。一旦なんかになっておくんですよ。ワインとかになっておく。あ、ウサギになれたわ。転がるワイン。転がるウサギ。あ、ここに隠れます、まず。で、索敵です。索敵。どこに参加した。マップないのこれ。キラーがいるから。いる。あ、いらっしゃる。あ、いらっしゃる。コインでした。え、なんか音。あ、いやいや。ブインブイン言ってるよ。嬉しいもん。嬉しい。これは、あ、なんかうるさいんだけど。チェンソーやめんの、どうやんの。え、物をやめんの、どうやんの。なんか右クリックだか左クリックだか。右クリックと左クリックを行ったり来たりじゃん。ああ、待って、俺逃げるのうまいかもしれなくもなくな、もない、なくもない。そうですね。あの、ブンブン振られるたびに赤いインジケーター出てますよ。火力が低いんじゃないか。パンになっちゃうからね、パン。バーマンがあれしてるうちに直す。そうですね。早くして。今から、今移動してます。今、あ、着手しました。はい、すいません。やばい、飛び回るかぼちゃ。ういういうい。あれ、俺うまいかもしれない、もしかしたら。無理だったわ。やばい。あ、さよなら三角。レイス直してます。さよなら三角。いい感じに生き残ってください。うおー、もがり、もがけ。あれ、ワンちゃんもがける。いけいいこっち来たらバレるって。俺もそっちにいるから。よし、いはい、いい、うん、やべえ、すごいな、お前。ショットガン持ってんじゃん。え、あー、さっきしたけど失敗。あ、なんか脱出したよ、やった。ちょっと待って、どういうこと。ちょっと待って、ちょっと待って。どういうこと、どういうこと。俺じゃない、俺じゃない、俺じゃない、俺じゃない。誰誰誰誰。 MVP 番長だ。今回の MVP は。マジでピンとこない。え、相手が落ちたな。おい、ゲームをやらせてくれ。なんだ、なんだか分かんなかったよ。分かりかけてたよ。全然怖くない。全然怖くないね。思ったよりも怖い、うん、なんかもう俺かけられてみ。結構怖い、まあ、結構ヒヤヒヤは違うかな、うん、あの、なんだろう、あ、怖い。ゲームバイデライトは怖かった。あ、ちゃんとあれホラー映画とコラボしてたりとかして、 SE が本物なんだよな。フォントが怖くない。そう、あ、明朝 GMS なんとかゴシックみたいな。全員同じキャラ使った方が敵
誰だ殴ったか忘れそうなもんだけど、全員ビリーアイリッシュにする、全員ビリーアイリッシュとかにして、俺たちも誰が誰かわかんない。どうぞ。では入られなかった あ一人だけそんな本当にやると思わなかったでは3人で直します。痛すぎなんで人間に、ああ。あ、初めてですよ。あ、村。村ですね。あ、なんか何面白いのになれそうだね。カカシになれるんじゃないこれ。始まらない。CPU が火吹いてる俺。ああ、割と CPU 火吹く。もしかして我々のパソコン全貧弱かも。そもそも水準が低いのかも。まだヒステリックビリビリババアだよ。ああ、なんか顎外れ。顎外れだ。顎外れすごいベロンベロンしてるね。なんかあの左右に向くと感性で青がそっち持ってかれてるの物理演算つけ忘れたみたいなあはは言われたよ。なんか大きい声出るね、おばちゃんなの。おい大きい声出すな、危ないよ、深夜配がやめなさいよ。すごいなこれは。いる、はい、いいよ、いいね、打ち調子いいよ、こっち順調順調順調、半分超えるよ。なんか何事、はい、何事もなかった。あー来た、え、タクシー一番奥にいますね。すぎ、わら、わらアタックしたい、わらアタック、わらアタック、完全はこ、よっしゃよっしゃ、タイザーン、タイザーン、俺も戦闘したい、もうナイフがあるので番長気をつけて。チャリン、ナイフがあるって何？なんかナイフが浮いてんのよ。空中嫌いみたいなこと。なんか近づいてきてね。助けてクレメンス。助けてクレメンス。ああちょっとやめてくださいよ。まだ日本に来たばっかなんですよ。すいません。もっとさ、シミとか食べたかった。タコとか毛嫌いせずに食べるだった。遠くからー。ああ来ています。またここで。また空港。番長が助けに行くので。ああ、ネルが直します。なんかナイフ浮いてますよ。そでしょ？でしょ？ナイフ浮いてんのよ、うん。ナイフが、そう、アイテムみたいに浮いてる。あ、追いかけられている。怖い。嫌だ。助けて。あーはー。逃げて。あー、ライトニングポール。やばい。いいでしょう。スペックの、スペックの限界が。この間も、本当は2人で直しとくのがベストなんだよな。もう命はあと1個だけ大丈夫か番長それでエベ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 って言ってるぞ選択をだいぶ間違えてた気がする。おお解散だ、走って逃げろ、同じ方向に逃げると危ないぞ。あっやばい、これミャーミャー泣くんだけど、やばい、2人で頑張った方がいいくさいな、やばい、ラグい、あ、そっち？ CPU 限界、熱々の CPU、 あ、もうあんまり動けなくなってきた、俺はもうダメみたいなそういう感じだ、ガクガクの箱レザーグローブ手に入れたよ、ビリビリ棒の次レザーグローブかな、レザーグローブ、順番逆だろうな、うん、グローブした方がいいよ、ボール振り回すとき。 あ、ちょっと CPU 限界、あ、ちょっと何、あ、ちょ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 、おばちゃん来た、おばちゃん、あーちょっとやめてくださいよ、いっぱいぶら下げてるじゃん包丁、楽しそう、めっちゃ可愛いもんなってくる、楽しそうね、助けに行った方がいいよね、うーん、いやどうだろう、多分あいつ結構キャンプする系だからな、もう回して自分だけ助かれば俺たちも助かったことになるからな、監視してます、あーバンジョーさんの方に行きましたよ、おそらく一番歩きます、意外と上手い人なのかも。なんか俺たち多分動きすぎなんだろうな。ああ。多分ハイドをちゃんとした方がいいんじゃないかっていう。ちょっと楽しくて。楽しいんだよ。挙動が面白いんだってゲームの。タル綺麗ですね。にゃお。いやー。めちゃめちゃいるけど。そりゃキャンプするよな。危な。なんか飛んできた。あぬいぐるみを。なんか投げる。泥つけるの抵抗あるな、バンバーン、お、覚醒したぞ、あ、透明になっとる、あ、おお、
見えすぎでしょ、あいつ。はい、上手。びっくりチキンある。びっくりチキンだ。音鳴る、音鳴る。嬉しいな。殴られたらあーって言うんやろうな。殴られてーな。もうバレ、一撃でバレとんのおもろすぎる。びっくりチキンスタンダー。成功はしてるんだけどな。エコは。エコは。なんだお前。ああ、そういうやつ。お前みたいのがいるから心臓いなくなるんだよ。あ、これ。おめえしてくれるとホラーゲーかなって言って。このマップ楽しいな。照明が明るすぎて何とも言えんの。そこだろうな、多分。明るいよね。明るい。うん。まあ多分このゲーム暗かったらマジで見つかんないんだろうな、生存者。まあ確かに。私物になれるってあたりがやっぱりちょっとこうギャグ性があるから、うん、だってびっくりチキンで、あはあはあはじゃないんだよね。この辺にしとく、この辺にしときますか。こんなもんですか。ホラー性がなかったんだよな、あんまり。意外と弱ない。なんでだろう。結構私 3D 弱いんだけど、 TPS 切り替わるからじゃない。かなあ、可能性高い。になるタイミングが少ないからだ。そうだね。あと、あんまギュンギュンしない、言うて。物だからね、全然 FPS、要人にもおすすめかもしれない。おすすめかもしれないというところで。ただまあ、出始めで、下手したらロールよりはマッチするね、これ。確かに。今のところ。少なくとも、オーバーウォッチよりはマッチするね。うん、まあ、こんなところにしときますか、今日。はい、ドライバー。うん、お疲れ様です。お疲れ様です。バイバイ。はい、本日はこれで以上ということで、思ったよりもポップで可愛い要素が強めで、個人的にはですね、非常に助かっていたんですけども、ネルが言ってた通り、物に変身して逃げるということ自体がですね、妙な面白さを作ってしまってたようですね。実はこのプロップナイト単発で終わろうかと思ってたんですけども、さすがにですね、一戦もまともな勝利をつかむこともできずに、このままおめおめと逃げ帰るわけにもいかないので、我々もう一度挑戦してですね、今度こそ全員で逃げ切ってやりたいと思っております。じゃあちょっとこそれんしてくるんで、今日はこの辺で。またね。グッドボタン、高評価、チャンネル登録もよろしくね。